新州5号は中華人民共和国が打ち上げた有人宇宙船計画新州の一つ、同国発の有人機動飛行に成功した。有人宇宙飛行に自力で成功したのは世界でもソビエト連邦、アメリカ合衆国に次ぐ3番目で42年ぶりとなる。新州5号は2003年10月15日9時、中国空軍の用都市中佐一人を乗せ、 完縮症、内モンゴル自治区の境の主戦衛星発射センターから、調整2号 F 型ロケットによって打ち上げられた。高度 343km の円軌道を約21時間飛行した後、10月16日6時23分に、同国内モンゴル自治区4用機の草原地帯に着地した。要虫意座は無事に帰還した。打ち上げは、 古今東が共産党総書記に就任した直後であったため、この就任に間に合わせるために周到に計画されたようである。一部で世界には打ち上げは事前に知らされなかったという主張がなされた。しかしながら実際に周知されていなかったソ連のボストークと違い、新州5号の打ち上げは事前に周知されていたことから、この主張はまといていないと言える。それと同時に、 このロケットに対する中国の自信が見て取れる。新州5号の打ち上げでは、米ロードの余裕を生かして、赤外線カメラなどの光学式偵察装置を搭載していたことが明らかとなった。装置は、軌道モジュールに装着されており、機関モジュールが分離した後も、軌道上を周回し、偵察衛星として活用されている。この技術は新州4号による実験の成果が現れている。 大気圏再突入の際に管制官と新州5号との連絡が取れなくなり、着陸誘導が行えなくなった。用都市中佐は、生命の危機に直面したものの、工学方式による誘導に切り替えられ、当初の着陸目標地点より9トルほど離れはしたが、2007年8月13日になって、進化者が無事、着陸に成功したことを伝えた。新州五号には、 国際連合から送られた国際連合の旗が搭載されており、帰還後は当時の国連事務総長、コフィーアナンに返還している。宇宙飛行中、要都市は中華人民共和国の国旗と国連旗をビデオカメラに向かって掲げている。ありがとうございます。